水島哲也正造、水島哲也昭和3年11月2日は、神戸高等商業学校の創立者、初代校長、画号、アイアン。無前国中活半藩士の長男として生まれる。14歳の時に、父が病死したため、姫路の叔父の家に引き取られ、旧正姫路中学校を卒業後、1881年、神戸商業講習所入学。卒業後、 1887年に高等、商業学校を卒業し、同校教諭、府立大阪商業学校教諭、同校校長心得を歴任したが退職。1890年に大阪商業商議員だった藤田伝三郎の藤田組に入社。同年より教皇が始まり、1年半で藤田組を退社後、横浜商金銀行に入校。 ニューヨーク在勤中に病に倒れ、1895年に帰国し、母校高等商業学校の教授となる。1902年、東京高等商業学校に続く2番目の、管理高等商業学校として、神戸高等商業学校が設立された。初代校長に就任した水島哲也は、 実務を重視する観点から、商業学校からの入学を認めるなど、独自の入試制度や教育課程を整備し、東京高等商業学校との違いを際立たせた。また、ゼミナール等少人数教育制度を導入した。神戸高渉の後ろ見たる神戸大学は、この高渉設立をもって、開学の起点としている。神戸高渉では、アイアン先生と合され 井出光佐蔵ら多くの学生から慕われた。現在、愛イ会により、大分県中津市金谷本町の生誕地跡が、水島公園として整備され、記念碑が建てられている。また、水島を記念して、神戸交渉内に設置された銅像は、その後高知県に伴い現在の神台、六甲台高地に移築され現在に至っている。ありがとうございます。